い、ズキです。4月7日に発売された新たなる Amazon デバイス、エコーショー15、エコーショー15が届いていましたので、開封して実機をチェックしていきたいと思います。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なデジモノガジェットをご紹介、レビューしています。こういった Amazon デバイスも開封から設定方法、使い方など動画にしていますので、チェックしていただければ幸いです。エコーショーって何という方もいらっしゃると思うので、まず使い道についておさらいしておくと、Amazon プライムビデオをはじめとする様々な動画サイトを使って動画を見たり、音楽サービスを使って音楽を聴いたりするなど、エンターテイメントという部分で活躍してくれます。動画サイトの中に YouTube の記載がありませんが、現状ウェブブラウザーから視聴することが可能です。そして Amazon のクラウド型音声サービス、あれを使ってタイマーをかけたり、天気予報やニュースなどをチェックすることができます。スキルという専用アプリのようなものを起動させれば、より幅広くいろいろなことができるようになります。今年初めにエコーショー10を使って音声だけで発注する、音声で明太子を注文するという案件をやらせていただきましたが、全く視聴されなかったことは記憶に新しいところです。なお今回の新商品は、家電のオンオフなどホームデバイスの操作や家族との共有事項のチェックなどの面が強化されているようです。家族一人ずつのプロフィールを作成すれば、その人の予定、個人宛メモ、最近再生した音楽などを表示させることもできますとありますが、我が家でも上の子が小学校に入学し、下の子が保育園に入園するなど、お迎えや行事の把握が大変になってきたので、リマインダーとしても使えればなと思っています。特にこの付箋機能は面白そうですね。ざっくり言ってしまえば、据え置き型ファイヤータブレットという感じで、このエコーショー15はエコーシリーズとしては初めて壁掛け対応になりました。現在のラインナップは4機種で、機種名のナンバリングがそのままおおよそのディスプレイサイズを表しています。エコーショー15のディスプレイサイズは 15.6 インチとかなり大きめです。と大体の用途をチェックしたところで、開封していきます。エコーショー10のパッケージがあったので比較してみると、はい、やはりその大きさ違いがよくわかります。パッケージには商品特徴が記載されています。では開封。でかいっすね。額縁ですね。よっ、いや重い、めちゃんこ重いです。これを壁にかけるっていうのはちょっと不安ですね。一旦置いといて、こんにちは、クイックスタートガイドですね。そして壁掛け用の金具、電源コネクタは独自のもので USB Type-C のような汎用性のあるものではありません。壁掛け用のネジ、重要な情報と取り付け用テンプレート、このサイズがエコーショー15で、金具がこの位置に来ますよというテンプレートです。それ以外に同梱されているものはありません。では本体をチェックしていきましょう。よっ、ペリペリペリ、スススス。はい、まず背面ですが、質感は全く感じられません。完全なプラスチックといった感じです。こちらが電源で、その横にマイクロ B のコネクタが確認できます。スピーカーはこの両端のようですね。よっ、側面を見ていくと、横向きにした時の上部分にカメラを塞ぐスイッチと電源ボタン、ボリュームキーがあります。なお横型、縦型どちらでも使うことができるそうです。横向き時の本体サイズは、幅 402mm、 高さ 252mm、 奥行き 35mm、 重量は 2.2kg とのことですが、実際に持ってみるともっと重く感じました。電源をつなげてポチッとな。スピーカーの音はなかなか良かったです。言語設定、こんにちは、それではセットアップを始めましょう。はい、初期設定が終わりました。どの部屋に置くか選択します。写真の表示設定に移りました。 Amazon Photos についてはまた改めてやりたいと思います。はい、冒頭で触れた家族一人一人のプロフィール作成ですが、このあたりは後で設定します。もう一台デバイスがあれば、このエコーショーを使って自宅の様子を確認することもできます。デバイスの準備ができました。はい、ホーム画面です。明るさは、暗くすると、明るくすると、ウィジェットギャラリーが確認できます。様々なウィジェットが用意されていて、
付箋はこちらですね。ウィジェットを追加。あれ、新しい付箋を作ってみて。はい、付箋には何と書きますか？ OMMC。 オムックですね。それでいいのか？はい、付箋を保存しました。そして Amazon デバイスというと低スペックというのは一つの特徴でもありますが、最新のエコーショー10でも挙動はかなり遅いと感じます。エコーショー15はどうでしょうか？あれ、 YouTube で月のスマガジェ開いて。 YouTube です。来ません。しょうがないので自分で打ち込みましょう。挙動としてはエコーショー10よりサクサク動いてる気がします。スピーカーをテストします。ボリュームは 50% に設定して、プライムビデオ開いて。プライムビデオはこちらです。クレヨンしんちゃん見せて。リクエストの条件に合うビデオがいくつかあります。こちらが見つかりました。出てこないのが Amazon デバイス。 TVer 開いて。指定のビデオサービスはまだこのデバイスでは利用できません。他のサービスで検索するにはビデオホームを開いてと言ってください。ビデオホームを開いて。ビデオのホーム画面はこちらです。サクサクといった感じでもありませんが、エコーショー10よりかは引っかかりが少ないと思います。 TVer についてはブラウザーで開くことができましたが、アプリでないと視聴することはできないようです。 TVer のインストールを試みますが、ループしてしまってやはりインストールすることはできないようです。音楽聴かせて。 Apple Music を再生します。 Amazon Music 開いて。 Amazon Music でおすすめの My BGM Station を再生します。はい、ということで新発売のエコーショー15を開封し、簡単ですが挙動等をチェックしました。ファーストインプレッションとともに私が感じた買うべき人、スルーすべき人をお伝えすると、まあほとんどの方はスルーでいいんじゃないかと思います。付箋などのウィジェット機能、新機能についてはアップデートによりその他の Amazon デバイスでも使えるようになる気がしますし、チップセットが変わったとはいえそれほど劇的に体感が速くなる感じもしませんでした。壁掛け対応はおしゃれなんですが厚みが結構あるので、よく言えば存在感がある、悪く言えばかなりやぼったく感じると思います。どれを買おうか迷ってるという方には同じ価格のエコーショー10、あるいはワイヤレス充電、ワイヤレス充電スタンドに対応したファイヤータブレット10プラスをおすすめします。逆にエコーショー15を買うべき人は、大きな家に住んでいてこの存在感を帳消しにできる方、そして新機能をいち早く、あるいはその他の機能、動画視聴やフォトフレームなどをできるだけ大きなディスプレイで楽しみたい方だと思います。壁掛け以外に専用スタンドも別売りされていて、電源コードの問題もあるので実際はスタンドで使うのが現実的だと思いますので、次回以降おすすめスキルのご紹介とともにそのあたりもレビューできればなと思います。この動画がご覧いただいた方の Amazon デバイス選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。